こんにちは。見えてるかな。こんにちは。こんにちは。ヤッホー。公演前に少しだけショールームをします。はい、このショールームも今日で最後だ。このアイドルの夜明けの前にするのがね、新チームでもやると思いますけど、ちょっとだけやりまーす。ヤッホー。今日はですね、公演でして、アイドルの夜明け公演で千秋楽です。サピシー、終わっちゃう。あ、今日外れちゃったの。そう、今日入るよって人いるのかな。ちょっと待って、どこでやるか。よいしょ。千秋楽頑張ります。仕事中頑張ってよ。仕事明日のヤンマーは来ますか。どうでしょう。それはお楽しみにしていてください。ありがとう副キャプテン、お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあちょっと質問にしようかな。テロップを、間違った、テロップ質問受付中。 OK。 全チーム好きやけど M が一番好き。ありがとうございます。そうだよ、今日で終わりだから、アイドルの夜明け。あ、この衣装ともおさらばです。おさらば衣装。公園入る、お、公園入るよって人がいる。ありがとう。あ、23日もそう、握手会なのよ。来てください、ぜひ。お願いします。今日はね、もうなんか千秋楽の、千秋楽なのかって思う。ちょっと寂しいけど、ちょっと普通になんかね、変なこと思うとね、ちょっとやらかすからね。お、大好きな川上チーム M、 アイドルな結婚夜明け千秋楽公演、配信最前列で見てます。あ、ありがとうございます。送りますってことで、ありがとう。チーム N ではキャプテンになるんですか。チーム N では何もなりません。あ、初見、横浜フットボール映画祭で見ました。ありがとうございます。じゃあそれで見てくれてんのかな、嬉しい。そう、この間ね、出させてもらった映画祭にその時にいた人かな。明日ヤンマー行く人も結構いるんですね。M でイソちゃんが成長してて泣きそうになった。いえ、本当成長できたかな。でもなんか副キャプテンになって、なんかでもちょっと、うん、変われたかなって自分的に思います。そうなんですよ、なんか副キャプテンになんなかったら周りのこともなかなか見れてなかったしとか考えると、なってよかったなって思いますね。そう、立場が人を変えるのよ。お、上田さんとの舞台トーク面白かったです、特に年齢のくだりが。ありがとう、上田朝日さんとね、共演させていただきました。あ、関西ウォーカーゲットしてくれました皆さん。私もね、ちょこちょこ乗ってるので、ぜひ。あのね、なんかね、あのプロフィールが載ってるんだけど、それになんか最近ハマってることみたいなのがあって、最近っていうかもう常にサッカーはハマってるんやけど、まあ、そこで私がアンケートでさ、まあ、サッカー他にもいろいろ書いたのねけど、なんか YouTube 見ることとか書いたんだけど、使われたのがサッカーをすることって書いてあって、最近でもないやん。と思って、そう、他にも本当はね何個も書いたんですけど、そんなのが書いてあったりするので、ぜひ見てください。え、関西ウォーカー本屋にないの？なんでやろう。
なんでなかったんだろう。あ、デジッチ見ましたよ。面白かったですね。ちょっとね、鹿島もね、あさってです。あさって土曜日試合やから。あ、ハマってるのに、そう、ヤバティって書いたんだよ。ヤバティさんがハマってるって書いたけど、それじゃなくなってたそう、私の好きなバンドです。売り切れ？あ、関西ウォーカー？お、明日届くかも。ぜひたくさん見てください。お願いします。売り切れたのかな。売り切れたのかサッカーはずっとやん。そうやね。あ、特攻服ね、来ますよ。いそちゃんから見てあんたんってプライベートではどんな人？え、変わんない、全然何も。なんかでも結構物静かな時もあるし、結構わって騒ぐ時もあるけど、でも基本静かかな、大人って感じ。うん、近くのコンビニに関西多くはなかったから探しに行かないと。ぜひゲットしてください。お、伊藤翔よろしくお願いします。こちらこそ、この間ね得点決めましたから、よろしくお願いします。伊藤さんは年上か年下どっちが好きですか？え、あんま考えたことないな。なんか別に話があったり相性良ければ、うん、楽しければいいJ リーグ、そうですよ、ついに明日開幕やから楽しみ、始まりますね。早いな、なんか1年。あ、価値観ってやつかな。確かに難しいですね。あ、そう、ゆきつんカメラの連載嬉しい。なんかそうやってメンバーがなんか頑張ってることがなんか報われるとなんか嬉しい。私らもなんか上からやけどでもみんな頑張ってる子いっぱいいるので、その子たちが報われるの嬉しいです。もうゆきつんさんにはたくさんね撮ってもらってるから、写真も嬉しい。やっと他にもね頑張ってる子がいるので、ぜひね注目してほしいです。新公演ね、そう、今すごいね毎日ね練習をしてるんですけど、もう覚えることいっぱい、頭パンクしそう。今日も朝からレッスンで、でやって公演だからちょっとやることいっぱいなんですけど、ちょっとね楽しみ、どんな風になるのか楽しみにしていてください。どんな感じになるかな。週末握手会ね、よろしくお願いします。昔からずっとサッカーの仕事をしたいって。お、夢を叶えてるのはすごい。お、ありがとう、頑張るよ、まだまだ。ゆずちゃんは何歳まで NMB にいてくれるの？わかんないだから会える時にはぜひ会いに来てくださいお願いします。いつかは分かりません。ありがとう、副キャプテンお疲れって言われるの嬉しい。やってよかったなって思います。あのね、ココテンもあるしね。そう、ココテンが、ココテンの千秋楽がもうこれ火曜日かな。もう悲しい。頑張ります、ココテンも。30歳まで、あと5年。どうでしょうね練習で筋肉痛になってる。なんかもう痛くて、ちょっとトレーナーさんに見てもらわな。お、明日のセレッソ大阪とヴィッセルの試合見に行くよ。お、ありがとうございます。そう、試合もねすごい試合だと思うので、ぜひ
見てくださいね。梅ちゃんって何歳で辞めたんだっけ？27ぐらい？ヤンマーに木梨さん来るみたいで、え、そうなの？会えるかな？お、1000人いった、ありがとうございます。嬉しい。こんにちはこんにちは、こんにちは。どうでしょうね。公園ないもから、なんか眠くなってきちゃったぞ。学校から帰ってきた。おかえり。そんな時間？まあ、そっか、5時半だもんね。28歳で梅ちゃんは辞めたのか。ウィーいつするかは分かりませんどうでしょうか。お、メイクかわいいって、ありがとう、嬉しい。名古屋済みだけど俺鹿島ファン。おー、ありがとう、それ嬉しいね。関西弁出てる？全然わかんない本当？関西弁がもうね、5年近くいるからね、6年目になりました。2月で6年住んで6年になったわ。あ、マリコ様結婚しましたね。32歳なんで、そんな言ってると思わなかった。綺麗ですよね、全然見えない32歳に。あ、関西ウォーカー見たよ、ありがとう。大阪の女や堺いや読めなかった、まだ女、大阪の女になりきれてない。そんな関西弁出てる？どうなんだろう、これでも絶対エセ関西弁だから、自分でも全然でもね意識してないんですよね。うどん食べましたか？食べてません。レナピョンさんは焼きそばを食べてました。近重さん何やってるんですか？なんか回ってるテープと鬼ごっこしてるももクロ今でも好きですよ。でもなかなか見てないんですけど最近。でも好き、コンサート行きたいなって思う。でも私の推しメンのね、アリアスさんはねえねえということで、ちょっと頑張ってほしい好きな芸人さんか、なんだろう。でも NMB に関わってくれてるあの芸人さんとかとテレビで見るとめっちゃ嬉しいし、まあ、それはなんか好きの部類とはまた違うけど、好きやけどもうそれ以上みたいな。見取り図さんとかかまいたちさんとかももう見たらなんかめっちゃ安心する。ダイアンさんもそう、水曜日のダウンタウンとかで出てるじゃないですか、めっちゃおもろい本当にそうなんですよ。こんばんは。新公演のヒント、知らない。どんなんだと思う？逆にもうだってもうすぐですよ、3月10日。どうなるか。そう、絡んでる芸人さんみんな優しいんでしょ。西澤さんのインスタ面白いで。そうなんだ。あ、SY に捧ぐね、 MT みたいな感じで。確かに。あ、関西弁出てた分かんない、自分で分かんない。ちょっと気にするわオリジナル進行、オリジナルね。どうでしょう、何の公演でしょう。 N は綺麗なお姉さんチームで、そうなんです、平均年齢が高くて20歳以上かな。7歩だけ10代なんですけど、それ以外みんな20歳超えなので。レナピョンも関西弁になってるから大丈夫。あ、そっか、確かに。ひなぴょんさんめっちゃ普通にして喋ってる。はじめまして、いそいそはじめまして、ありがとう。ゆうりさん、ゆうりさんめっちゃ優しい。
もうめっちゃおばあちゃん言ってくる。磯ばあ磯ばあって呼ばれる。あやばあみたいな感覚で呼ばれてる。そうなんですよ、磯ばあって呼ばれてます。新公演は想像つかない。だっておさがり公演でもユニット新しく組まれるような。福岡のツアーいつなんだろう。でも福岡でツアーは行きましたよ。磯ばあが浸透しそうな感じですね。今何分だろう。もうちょっと。去年の8月か。福岡、福岡いつ行ったっけ。あれでも M で行きましたっけ。名古屋行った。もう研究生3人は決まったの。あ、入る。どうでしょう、わかりません。みんな頑張ってるのでね、そこで頑張ったらね、もしかしたら。そうなんですよ。ゆりちゃん怒っとかないといいよ。もうゆりちゃん可愛いから。今シーズンの順予想、もうそれは鹿島が1位以外ありえません。今日の MC もイソバールドやな。そんな出てるかな。なんか頑張るわ。イソバー、イソバー、イソバーって呼ばれてる。分からん。そうなんです。ヴィッセルのメンバー合格すぎ。明日ね。そうです、明日ですか。あ、東京が1位だって言ってる人もいる。負けませんよ。すげえしっかりしたお姉さんになったんだって。本当に嬉しい。あ、髪の毛染めたんですよ、そういえば。わかるかな、あんま気づかれないんだけどね、みんなに。結構明るくしたんだ。そうで、髪の毛がすごい伸びて、もうポニーテールの長さがやばいから、私が好きなポニーテールの長さじゃなくなっちゃったんで、ちょっと切ろうか悩み中です。いや、伸ばしたいんだけど髪の毛も。でも私の好きなポニーテールの感じじゃなくなっちゃった。もうちょっと短いのがいいんですよね。あ、あかりちゃん。ショールームしてます。はい、ショールームをしてます。あかりちゃんが来ました。え、大丈夫ですよ、優しい。あかりちゃん昨日タピオカを買ってくれました。今もジュースを買ってくれようとしていました。そう、あかりちゃんと同じチームだから。次も みんなあかりんって言ってます。あかりんって言ってる。眠いよ。そう。お、最近のいそちゃんのファッション好き。お、嬉しい、ありがとう。初見ありがとうございます。楽屋にね、自販機がね最近できたんですよ。今までなくて、もう絶対水忘れたらもう終わりだったんですよ。けど最近できまして、ありがたいことに。そうなんですよ、サラと同じチームです。もうそろそろ、あ、40分になるから、そろそろまたまた準備をしていきたいと思います。じゃあ読むね、名前、このランキングの。よし、何位から読んで、あ、ごめんごめん、ちょっと待って、13位から読みます。これね、近づけないでも読む方法を見つけたんだよ。13位サリナスさん、ありがとうございます。12位K.A.R.Y. さん、ありがとうございます。11位手巻き寿司屋さん、ありがとうございます。10位、何て読むのこれ、読めない。近いに絵にまい。読めない、ありがとうございます。何て読むんだろう。お米さん、ありがとうございます。9位、何て読むのこの人、読めない。 HYDE さん、ありがとうございます。8位ジーマーさん、ありがとうございます。7位アブラちゃんさん、ありがとうございます。6位アント MK さん、ありがとうございます。5
5位、伊佐大丸さん、ありがとうございます。4位、よしさん、ありがとうございます。3位、なべちゃんさん、ありがとうございます。2位、鳥親父さん、ありがとうございます。1位は、じゅんいちお兄さんかな、ありがとうございます。はい、ということでまた、ありがとう、バイバイ。急なショールームありがとうございました。バイバイ、用意してきます。千秋楽行ってきます。バイバーイ。